ビオラポンポーサは18世紀に使用されていた語源のビオラ。長弦は CGDAE、すなわち通常のビオラに高音源を追加したものか、あるいは DGDGC と考えられる。1720年代半ばから1770年頃まで使われていた。ビオラポンポーサのための作品は、ゲオルク・フィリップ・テレマンの フルートとビオラポンポーサー類はバイオリンのためのデュエットが2つ、ヨハンゴットリープ・グラウンの2つの競争曲、ヨハンゴットリープ・ヤーニチュの2つの室内ソナタ、クリスティアニ・オーゼフ・フリダルティの通奏低音付きソロ、ソナタが現存する。18世紀後半の幾人かの著述家は誤って、ヨハンゼバスティアン・バッハがこの楽器を発明したとしているが、これは、ライプツヒの JC ・ホフマンが、 バッハのために制作した、ビオロンチェロピッコロと混同したためと考えられる。バッハにまつわる18世紀の記述はビオラポンポーサを、チェロの大みきの楽器としているが、多くの研究者はそれに否定的である。1914年、リッカルド・ザンドナーイはオペラ、フランチェスカ・ダリミニにおいて中世風の雰囲気を、醸し出すために、リュートやピッフェロと共にビオラポンポーサを使用した。 ありがとうございます。